平井駅は、茨城県ひたちなか市、平井町にある、ひたちなか海浜鉄道港線の駅である。当駅は、ひたちなか市に位置し、平井海水浴場、隣駅の戸野山駅とともに、水産物加工団地の最寄り駅である。単式一面一線のホームを持つ。1987年に当時直営スーパーだった、茨城交通デイリーストア平井店が入った。 複合駅舎に改築され、駅舎はスーパーマーケットの一角にある形態だった。茨城交通がスーパー事業から撤退した後、店舗は他社に譲渡され、スーパーが営業していたが、その後撤退し閉鎖された。駐車場跡地は住宅地となった。駅舎は2011年に再び改装され、店舗跡は同年10月上旬に撤去作業が完了。ホームを バリアフリー対応とし、駐輪場やトイレが設置された。かつては交換可能駅で対抗式ホームであったが、1987年の駅社改築時に駅用地の一部が店舗用地となり、ホームも改築されたため、当時の面影はない。2021年には、吉野浜学園駅開業に合わせた改修として、 ホームへの転落防止策設置及び上屋の更新が実施される。平磯駅日立中海浜鉄道 AAB 平磯駅時刻表。駅元もとむ、日立中市立、吉野浜学園整備基本計画。日立中市教育委員会。P13。2020年7月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年12月17日閲覧。 日立中市統計書各年度版 AB 港線1 0 0年市日立中海浜鉄道2015年309ページありがとうございます。